みんなの心にプール萌えなんだぜ。そう、この俺は浴びたからんなのさ。というわけでよろしくお願いします、今回も。あ、これすぐなっちゃう。だからこれ、今までの中で結構位置に争うぐらいの、なんかあの通常の 変態の中で、一時、おお、四寸法になるんだよ。最高だぜ。というわけで、改めてよろしくお願いします。はい、やっていこう。うわ、大体容量は分かった。多分すぐあの換気扇のとこ行かなきゃダメなんだ。だこうやっていけば、ほら、戻り戻り。で、右のやつ調べてんだよな。ガスボンベは空みたい。うわー、間に合わなかった。いやー、なるほどな。うわー、目の前になっちゃったよーん。あー、操作ミスは痛い。うーん、ちょっとでも操作ミスすると死ぬぞ、わい。いやー、意外といけるもんだわ。あ、セーブポイントあるじゃん。やったー、ラッキー。あれ？あー、よかったよかった。セーブポイントだよな。びっくりした。いや、これね、結構判定がね、シビアでね。あ、やべ、上書きしちゃった。やべ。あー、やらかした。うーん、まあ、まあ、いっか。これね、結構判定シビアなんですよ。ほんと、1回の操作ミスはギリ許されるけど、2回操作ミスするともう終わるよね、みたいな感じ。ここのボンベを調べようとすると、もう終わりだよね、みたいな。いや、左のやつ調べてえな。上のやつ、ピンチの時は迷わず突き進め、チャンスを逃すような真似はするな。そして目の前のものと自分の足かせ、足だとか、立ち止まって観察するのも大事だ。ピンチの時は迷わず突き進め、まあ、こういう時だろうな、きっと。チャンスを逃すような真似、これは気をつけていきたいよね。目の前のものと自分の足跡、立ち止まって観察するの。なるほどな、これ今後のヒントだろうな。まあ、この世界の僕が消えるんですけどね。問題出会ったら、行動と観察が鍵、人生コンティニーできるゲームじゃない。つまりチャンスは一度きりってことだ。どっかに似たようなものがあったの。あったっけ？ちなみに僕、もうこの世界の僕はダメです。次の世界線の僕に期待しましょう。意外と渋い。マジか。じゃあどうすりゃいいのさ。こうやっておびき出して、ダッシュすればいいんだろうな、多分だけど。おっとっと。ここら辺までおびき寄せよう。で、こうしてこう。そのために多分ここのスパンが短いように換気扇があるんだろうなって。え、今日全然今走れなかったの、なんでだ。判定厳しいんだよ。いやー、ミスった、操作ミスった。あー、なるほどな。これ一定時間通過、何回か歩くとあれだ、解除されるんだ。これいいこと知ったから、ここでうまく解除して、ここで早く解除して、早く解除して、走りたい走りたい。おし、今だ、走れる。で、ここでこっちの換気扇間に合った。キャッチの換気扇まで間に合うか。これ時間経過なんか一定数まで歩けば解除されるのかわからんな。けど、あそこの換気扇まではギリギリ間に合いそうだ。わけはなかったよね。いやー、いきゅー。いやー、操作ミスったか、僕。無理じゃねえ、これ。いや、ちょっとわかったかもしんねえ。いや、わかった。ちょっと実践してみるわ。いやー、しかもあいつ排水口に入んねえ。ちょっと判断ミスったか。ダメだな。排水口来ねえぞ、あいつ。このなんか、スロースタートのやつを解除する。で、すると、こう治るから、行く。で、急いで行く。行く。チャンスは逃すな。で、ここで、はい、もうこれで OK。あいつは排水口には来ないっていうのは、もうね、さっき実証済みなのさ。何人ものね、パラレルワールド浴びたからを犠牲にしてね、勝ち得た効果ですよ。いや、行く。好奇心には負けない。おー、よかった。無事、ここまで来ましたよ。え？マジで来ないで。やめてよ。プロ。おい、やめるんだ。こんな声だったっけ、プロ。下がれ、こいつに震える感じやったんだ。大事なところで、僕プロです。下がれ、こいつに触るんじゃない。いい子だからさ、バイバイ。プロ、センキュー。はあ、分かってくれたみたいだ。子供は規制ができないにしても、とりあえずよかった。あ、そうなんだ、あいつ子供か。どうやって子犬見切れだと思った。子供狼か。初年始さん、もうすぐだ。さあ、一緒に行こう。こっからは大変だろうけど。これから。僕も一緒に行くよ。さあ、行こっか。ありがてえぜ。おめえも一緒か。頼りになるぞ。で、ってことは、多分わからないけど。え、どういうこと？今なんか、体。多分わからないけど。え、これなんか伏線だったりするのかな？まあ、プロに話しとくよ。あ、どうなんだろうな。いや、多分選択肢そんな複数来ねえと思うんだよな。ちょっと調べてみるか。パパーってやって。あ、じゃあ選択肢全然出ねえから。あ、やらかしまんじだ。え、一回しか会話できねえ。やらかした。で、こっちセーブでしょ？
あ、やらかした。やらかした。え、アビタガランがさ、まずここでやらかしたからつってさ、スルーするわけないよな。追加の中見てみる？ちょっとやってみよう。おそろそろ追加の蓋開けてみる。パッと見何も入ってない。安全だと思って近づいたその時。ガー、感謝されそう。プールの目の前でちょっと好奇心に負けました。あ、謎の姉貴は追加から這い出てきた。明らかに僕向かって虹寄ってきた。プールを守ってくれる？君はどれだけトラブルに遭えばいいの？無駄に迷惑はかけないで、とりあえずちょっと下がって。プール姉貴はプールに包まれてジタバタしてる。泣きわめくような声が耳に響く。あ、もしかしてプールやってくれたのか。プールは粘液を飲み込んでしまった。そうやって飼ってったんだな、あの妙用事。お腹がちょっと苦しい。僕は粘液も食べれるけど、これ以上は無理。君をもうやらかさないで。あ、これもなんかちょっと大事な伏線かもしんねえ。このイベント意外と派生させない方がいいかもしんねえな。それ一体だけやったらこいつなんとか飲み込んでくれるってことでしょ。これからはちゃんと気をつけてね。軽い気持ちは物に触れないで、いつもそばに入れないから。気になるな。くそー。よし、わかった。やり直します。よーし、じゃあプールの選択肢全部見るぞ。どうやって来たのっていうところをね、まず聞いてみよう。あの時は追加を見なかったの？ああいう風にここまで来たんだ。結構消耗するんだけどね。宿主がいないと動くだけでもかなり疲れる。今すぐここで寝たいよ。かわいいな、お前よ。あの黒曜日について教えてくれ。誰にだって子供の時代もあるんだ。僕も最初手のひらくらいしかなかったんだ。大人になれなきゃ規制はできない。だから彼らは危険なわけじゃない。せいぜい君の足にくっついて走らせないようにするくらい。それが結構来たんだよな。多分あそこに迷い込んだんだと思う。あそこは僕ら縄張りの隣だから。へえ、ありがとう、守ってくれて。あ、どういたしまして。僕だって君のこと手伝いでとっても嬉しいよ。僕を怖がらないだけでも、僕を受け入れてくれただけでもとってもありがたいよ。プーロ、もうとろけそう。おいおい、こいつかわいいぞ。なんかさ、僕ね、これね、バッドエンドがあるってのは知ってるんだよ。なんか前情報っつうか、なんかちょっとチェンジと、なんだろうな、実況見てて、なんかバッドエンド途中とかそういうサムネイル見たからさ、バッドエンドあるって知ってるけどさ、でもこうやって会話でなんか好感度上げるつか、俺を置いて好感度上げたらバッドエンド回避でハッピーエンドになるんじゃない？わかんねえけど。でも僕は単純に俺言いてえから俺言う、それだけだよな。というわけで先進もう。ここのイベントはね、やんない方がいいと思う。追加の中覗き見る？やめた方がいいと思います。というわけで行きましょう。プーロがね、一体許容できるっていう、これはね、伏線、おびっくりした。こっちは何？あ、ルンバくん、あの動いているルンバ、懐かしい。懐かしい光景を見てしまったぜ。プーロ先行っちゃったけど、おー、ここ何？ここは水いっぱいだね。それに空気も湿っぽい。前までこんなになってなかった。天井からちょっとだけ水が垂れてる程度だったんだ。長い時間ないで、その勢いはどんどん強くなっていった。ここもただ水たまりくらいしかなかったんだ。ここの下の階どうなっちゃってるんだろう。やっぱり水浸しに。図書館まで水が来なくてよかったよ。そうだよな、プーロ。水は命の源。前よく水を飲みに来たんだ。でもここはとっても遠いし、道中も危険でいっぱい。実はここが会話同じだろうなと思って、一か八がちょっとエンターをしてみたけど、意外となんとか別の会話出たからびっくりした今。だからここに来るのはやめて、容器に雨水を溜めるようにしたんだ。へえ、もう一回喋ったらなんか違うの来るかな。多分停電はこの水のせいなのかな。ここは君のいた部屋とかなり近いみたいだね。僕だったらこんな遠回りめんどくさくてできないな。やめろよ。主人公怒る、野巻。ここは外から隔離されてるけど、建物内部から崩壊していった。この水も状況悪化させた一因なのかもね。もう一回話しかけると、あ、もうこっから同じか。なるほどね。じゃこれ調べよう。私は最善を尽くした。何度ももがき叫び、ついに何もできなかった。今の世界を変える術はもうないのかもしれない。もう世界破滅ですか。こっち何があるんだろう。あ、ここってなんかかなりパート1とかの通り道、分からんけど、でこれメモ書き。我が社の発電設備は外の電力がなくても長い間電力を自給できることを保証します。外部電力の供給が断たれた場合、電力維持のため施設内の発電機が自動的に作動されます。今滑舌悪かったのは気にしないでいきましょう。事前な、もうダメだ、噛んじゃったし。滑舌悪いとさ、噛むってもう僕さ、ゲーム実況をしてる身としてかなりゴミのレベルだよね。持続時間の正確な計測はされていませんが。へえ、写真見よう。なんだこのなんかさ、あの水族館にいる飼育員の人みたいな感じ。規制されるんかそのまま。サメ十字、しかも意外と筋肉質。こいつはエッチじゃねえか。で、新聞社は水にふやけてボロボロになってる。文字がよく見えない。動物遺伝子プロジェクト。動物遺伝子収集保護プロジェクトだね。全て始まり。このプロジェクトがなかったら僕はここにいない。僕らはその保護された動物遺伝子ができてるんだ。へえ、そういうあれがあるんだ。ねえ、人間ちょっといいかな。どうした、プーロ。君はなんでそんなに外に出たいの。
このアビタからを待っているリスナーが外にいるからさ、多分。僕にとって見たこともない外の世界、とっても魅力的だけど、でも、もしシールの言う通りだったら世界はとっくに崩壊してる。君が外に出られたって、もしまたウイルスが蔓延してたら、そこは考えた方がいいよ。確かに。だが、僕を待ってくれてるリスナーがいる限り、僕は負けられねえんだ、この施設によ。僕は君のような人間死んでもらいたくないんだ。そんなこと言ったってさ、なあ。いきなりお前話しちゃったごめん。でも君が外に出ちゃったら、僕の宿主の計画は完全に、おい、ちょっと未練タラタラじゃねえか、ごめん。ごめん、気にしないで、気にするわ。未練タラタラだ。なんかこれ伏線になったりしねえかな、大丈夫かな。まあ一回気にしないでいこう。これサメ、喉は渇いてるし、こんな場所を泳ぐなんてしたら大変なことになるの、目に見て。あの写真の人みたいになるからな。おー、水たまりボンド。なぜみんなが壁にシールを貼り付けるのか私はよくわからない。でもとりあえず私も作ってみた。こんなものを見たところで面白いと思うんだろうか、思わないかもしれない。これ入れるかな。あ、いやー、あれいますね、サメのやつ。壊れてる。あ、ちょ、あ、うん、あいつ意外と来やがった。え、わかった、よしよし、セーブしよう。そうやさ、今プールいねえけどさ、これやったらどうなるんだろう。追行の中、あ、パッと見何も入ってない。安全だと思って近づいたその時、あ、来た来た。これプールに守られてるのかさ、別のイベントになるんじゃないのって思ったんだよ。あ、謎の粘液来るよね。滑らか、あ、これ滑らかと滑らか、ど、あ、多分滑らかだろうな。滑らかに光沢を放つ半透明のその液体は変な匂いをするわけでも、残念だろうな、もう。いや、変な、それ変な匂いしてるわ。でも僕はそんなこと考える余裕はなかった。今、こわばった足を立たせるのに必死だった。でも間に合わなかった。粘液は足に絡みつけ、僕は動けなくなった。なるほど、プロがいなくなるとこういうイベントが出るんだな。回収しまってよ、なんか。ちょっと興味本位でやっちまったら、僕は叫び助けを呼んだ。でも誰一人来ることなかった。プロ助けてよ。液体好き勝手どんどん広がる。僕の身の覆った体が締め付けられるように感じる。まるでピチピチなズボン履いてるように感覚だ。僕ね、ピチピチなズボン好きでさ、結構スキニーズボンとかね、なんかあとスポーツウェアっていうの、あのスポーツウェアのさ、ピチピチウェアとか大好きなんだよね。あれ夏に履いててさ、すごいなんか勝手に一人でムラムラしてた。粘液をせる中、僕の足が柔らかく、そして大きくなっていく。いいね、獣人化する。その時まで僕は見届けよう。僕にはどうすることもできない、ただ自分の体の変化を見届けるだけだ。おお、ついに顔まで覆われた。体ベトベトした感触でいっぱいだ。でも不快ではなかった。変わってしまったとはいえ、体は普通に動く。むしろ分厚く柔らかい足に可愛らしいと思って感じた。可愛らしいのは確かだよ。おお、なんだこいつは、虎か猫か。僕は目を開き自分の体を見た。粘液と融合した僕の新しい体、これプールを見たらだいぶ残念があるだろうな。なかなかいい感じ。ガルル、え、狼なの。さあ、そう、この水浸しの中、うわー、これ、どう対処できればいいの。うおー、しかドボンしちゃったし。ええ、サメになっちゃった。マーメイドよ、私。あそこ落ちちゃダメなんか。アンチかと思ったのに。で、興味本位であのサメに食われた。てか、このサメ回避する方法が全然わかんないんだけど。こいつどうやったら回避できるの。エッチなサメくんになっちゃったんだ。なっちゃったのらー。あー、たまんねえぜ。まあ、冗談そのぐらいにしてさ、これさ、え、実際どうすればいいんだこれ。え、だって余裕で追いつかれるよな、あのサメ早すぎるし。で、あのなんか落ちるとドボンだし、あー、どうすればいいんだこれ。ここまで引きつけてここから走る。意外と間に合うかもしんねえ。意外とダッシュ、ギリギリ間に合った、セーフ。意外となんとかなったわ。ただの新聞紙、イラストが増やしてしまって読めない。社会情勢について書かれているのかな。重要でこそないけど、かなり難読。絶対難しいだろうな、これ読むの。3つもある。せっかくこのサメが逃げれたら3つも選択肢あるの。どれにすればいいんだ。右から行きます。ドア開かない、なんなんだよ。どういうかないみたいな、んとかして復旧しないと。じゃあ、あそこがゴールか。左は行ける。うわー、下行こう。下行こう、一旦下行こう。下の方がアンチかもしんねえ。あー、ダメか。じゃあ結局ワン通行、一方通行で行きましょう。で、セーブポイントもあるからな。まあありがたい話だわ。極地で大量の鉱物が発見された。それは早く使えるように、いち早く使えるように、さまざまな国が開発を進めている。はい、こっちは、もし電源に問題が生じた場合、破断を防ぐために自動的に電源を切るようになっています。使用でつける場合、危険が伴う可能性があるため、作業に連絡し適切な処理をするように。はい、その適切な処理ってなんだろうな。発電機のメンテナンス、まあ、ドライバーで保護板を外し、防塵用ネットを取り外す。もし壊れたヒューズを交換する際、赤と黄色、これ大事だろ。赤と黄色の線を同時につなげることは、あ、できないんだ。緑の線は黄色の線の隣にならなければならない。同時に赤い線の左側になくてはいけない。右側はダメで必ず左側。白の線は防御ケーブル。基本的にどこにつないでもよく、他の線と干渉はない。最後に黒い線は付け替えができない。あ、もうよくわかんない。覚えられない。これ読もう。ここは発電室。主要な
制御装置が置かれている。排水口や追口のシステムもここで管理されています。さあ、じゃあ僕はサメ従事になります。ここのメンテナンスはとても重要なものとなる。そのため、新たに勤務する。まだ続いてる。これ以上読みたくない。そして、この世界の阿弥陀からは死ぬのであったー！サメ従事になっちゃったわーい。すまない。私があそこのドアを閉めた。仲間の荷物や絨毯はここに運んだが、もう必要ないのかもしれない。彼ももう奴は仲間になってしまったから。なるほどな。新聞もあるよ。読んでいこう。新聞のパズルをやるような人もういない。ああ、そんな悲しいこと言うなよ。タル入りミルクって書いてある。で、ドライバーが必要って言ってたっけ、あの工具のとこにあるのかな。ない！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 てか、エンターで調べられなかった。え、じゃあ、発電機つけるか。動き出した。あ、サメ増えた。それあり？そんなあり？え、どうすんの？なんかもうちょっとなんか技あるだろう。感電させるとかさ、なんか技あるんじゃないの？これきっと。なんかなんもない。どうしよう、あんなにサメいるのにさ、どうやって逃げれるんだこれ。わからんぞ僕。うわーい。けど引きつけて、こんだけ引きつけて、こんだけいればなんとかなるだろう。なんとかなる、なんとかなる、なんとかなる。間に合い、おお、間に合った。意外と間に合うもんだわ。やった、セーブできるぞ。やったまんじ。あー、たまんねえぜ。え、これこれ結局じゃあ関係ないの？何も関係なかったじゃん。僕、このためになんか、いろいろ覚えた。プール、尻尾、かわゆい。これ、尻尾、かわゆい。水浸し、あ、プール、これさ、意外と守ってくれたりするかな。ちょっとどうなんだろう。プール話しかけられるかも。結局、道が見つけられなかったから、水のところ突っ切ってきたよ。だから尻尾濡れてるのね。尻尾に水が染みちゃって、体がかなり重たい。そういう時もあるんだ。僕はネイキのモンスターだけし、あ、もう、て、来い来い。僕はネイキのモンスターだけど、しっかりと気があるんだ。だから美しい。そう、美しいんだ、君は。早く尻尾乾かして君に協力できるようにするよ。危険の時は僕を呼ぶんだよ。いくら尻尾が濡れててもすぐに助けに行くから。なんか優しいなこいつ。可愛いぞプーロ。で、横から話しかけると、大きくびしょびしょな尻尾、こっち側はどうなる。これ、うん、こういうの重要。で、プーロがさ、ワンチン守ってくれるから、このサメに襲われそうになってもなんとかなるんじゃないの。プーロ助けて、プーロを助けて。え、助けてよ、かまってよ。僕かまってちゃんなんだから。さあ、そう、で、どうした？あ、ない右は何なんだろう。右から行けるんかな。あ、右はダメなんだ。で、まず下からが、じゃあ頑張ります。下は壊れてる。これ何？え、この辺り何？なんか切れるんじゃないの。けど、サメの対処法大体わかった。引きつけて、引きつけて、一旦餌にする。で、こうやる。で、もうちょい引きつける。あの、右側のサメ引きつけてえな。よしよし。引きつけて、引きつけて、で、ちょっと四隅でやるみたいな感じですね。だから、この辺からしちゃっていいんじゃない？あ、やべえ、無理かもしんねえ。あー、もう溺れるやらかしたなぁ。エチチマーメイドになっちゃったわん。意外と強引につけたらいけるもんだな。あ、セーブポイント。これ電力がないと動かないやつ。あ、これが動けるやつか。発電機つけます。なんとか動きやすい。センキュー。あ、サメが消えた。なんで？わからん。魚の山。あ、これ魚の山なんか。なんかそういうスーツかと思っちゃった。紛らわしいこと。すんじねえよ。ふざけんねえよ。まあ、壊れてる中、一個だけ発電機動いたんで。で、サメもなんか消えたし、じゃあラッキー。動こう。うえっ！エッチ！いやー、何？どういうこと？おほほほ。どうすればいいの？この一時サメ十字いるんだけどさ、こいつはどうやって倒せばいいの？勝てるもんな。で、こいつに侵されるとどうなの？え、エッチな、あー、なんかエッチな姿勢になっちゃったわん。あ、しかも結構楽しんでね。ま、君たちが幸せなら、このアビタカお兄さんもハッピーです。とりあえず分かった。とりあえずこいつから逃げればいいんでしょ。うまくサメを利用して、で、あ、で、たまにスローになるからそこを利用して、あ、で、ダボンってするから。あ、これ分かった。しばらく逃げればいいんだ。え、なに、え、なになに、無理だろこんなん。お、避けれなかった。避けげか、しばらく避ければいいんだな。分かった分かった。大体戦闘分かったぞ。理解した。とりあえずこれ逃げるやつだ。だからとりあえず逃げてればいいんだ。よしよし。こうやってまあまず同時並行逃げる。で、さっきの技どうやって避けるんだあれ。どこで避けれる。いや、無理じゃねこれ。あ、分かった。
いや、てかいろいろ分かった。オッケー。そもそもね、この技をね、真ん中で避けようとするのがダメだった。端で避ける。それが正しい。で、こうやって一歩下に下がる。それと避けれるんですよ。これ賢いやり方よ。みんな覚えといて損はないで。くそ、まだ、うわおかしゃれにゅー。よし、こうやって避ける。よし、オッケー、オッケー。で、このサメが邪魔なんだよな。どう避けるか、どう行く、どう逃げる。ここで、ここでいい。うわー、ダメだ、おかしゃれにゅー。よしよし、これ、これうまくいってる。うわー、ダメだった。こういうなんか尻尾でね、絡まれる感じ、僕大好きなんですね。よしよし、うまく逃げれた。今度は、今度はうまく逃げれた。よしよし、で次何来る、何来る、次何来る、そこは分からないんだよ。次上から来るか、上から来るか、横から来る。よし、オッケー。うわ、2匹もいる、めっちゃいる。うおー、分かんねえ、この攻撃ダメですね。オッケー、オッケー、オッケー。今のは避けれた、うまい、うまい。で、ここからどうするかだよな。あのサメが落としいんだよな。ここ、こうする、で上に避ける。オッケー、さあ2匹になったぞ。こっから初見だぞ、こっから多分。うわー、ボンミスは一番痛いからやめてくれ、メンス。うっ、もう惜しかったかもしんねえな。今どういう行動してたら勝ってた。うー、ボンミスが早い。あ、いや、早く落ちちゃった。あー、うんち漏れそう。いやー、急に加速するんじゃないよ。あー、ボンミス。あーあー、自分が突撃しに行くのはビタからん。あー、そう、最悪。OK、 ここから初見。さあ、サメ2体に、しかもあいつを逃げ、あいつから逃げた。もう一回同じパターンが来る。サメ3匹か、3匹来る。え、次のパターン何、次のパターン何。サメも、もう分からない。え、もう一回、もう一回追ってくる。え、サメ3匹いるし、え、4匹いるし、え、じゃあ何が起きるんだ。あ、上が、上から逃げられる。 OK、OK、 ならよし、許そう。あー、怖かった。え、めっちゃサメいるし。え、何、え、サメが、はぁすぐ出ろってことかよ、ふざけんなよおっしゃ、出れたよ。もう出るぞ、もう出るぞ。え、なんで、もうなんで出れないの。え、どういうこと、どういうこと。え、え、ちょ待って、こっからどうすりゃいいの。出口から出れねえ。なんなん、は、ちょっと待って、出口が出れなかったんだが、何が原因ですか。きのこのサメエッチ。わからん、なんか出口は封鎖されてるし、これどうすりゃいいんだ。うーん、坂の山使えたりしないかな。え、全然わからん、もう積んだし。で、ここで、え、どうすればいいんだ。え、わからん、なんか、どういうこと。なんか出口も封鎖されてたよね。出れるかな、普通に。ちょっとうまく誘導するか。ダメだ、全然わからなかった。あー、よかった、普通に出口開くやん。はあ、もう訳が分からなかったな。なんでさっき開かなかったんだろう。うーん、もうなんかそのせいで、なんもう
こいつ5回ぐらいクリアしたぞ。いや何回クリアしたのか分かんないけど、もうなんかだいぶ僕理解できちゃったもん。なんかマニュアル化してた作業に関してもう作業だったもはや。あ、自由に走れるのがこれほど嬉しく思うことはなかっただろうとか、出口に入れたこの喜びはもうとてもないそんな浴びたからでございます。足がズキズキする。少し赤くなってる。噛まれちゃったかな。まあいいや、一旦セーブしよう。あープーロー助けて。あ、寝てる。プーロー大丈夫か。プーロはすやすや寝息を立っている。じゃあ邪魔しちゃいけねえな。あー、そっとしておこうかな。どうしよう、起こしてみよう。とりあえず軽くプーロの耳をつついてみる。起きてくれる。うわふー出た。わふー、てれってててれってれってトゥトゥトゥルトゥルトゥルトゥトゥルトゥトゥ。風のクロノア。わふう。僕ずっと狭い宅の通ってきてかなり疲れてるんだ。ここはとっても暖かい。いつの間にか寝ちゃってた。それ水、それとも汗。僕は寝た間何かあったの。あ、てかおめえ寝たから助けてくれなかったんか。本当に想像がつかないけど今大丈夫なんだよね。君ってすごいよ。君って見た目以上に強いんだね。本当素晴らしいよ。君震えてるけど大丈夫？とっても寒そうだよ。もうあんだけ水浸して、しかも何回も死んだからな。君には服も毛皮もない。だったら僕と温まらない？僕の尻尾あったかいよ。え？当然休むに決まってるじゃないか。あー、たまんねえぜ。あれ、プロの左手なんか亀裂入ってるけど、もしかしてちょっと面があれなのかな。お、今日触るとあれか。あ、今日プロの尻尾なら大丈夫なんだ一応。かわゆー。プールは眠たそうに目を閉じた。触ったらまずいんだっけ。尻尾は平気なんだっけ。ギリもうよくわかんねえや。まあじゃあセーフってことにしときましょう。もう可愛ければ幸せなら OK なんです。プールまた寝ちゃったら起こさないようにしないと。僕は立ち上がり、プールの尻尾も背中に元に戻して、背中を戻しておいた。起きてないと。いや、そんな頑張らなくていいやで、ね。